大島隆行は山梨県南駒郡南部町出身の元プロ野球選手。中学時代は走り高飛びで県大会出場。山梨学院大福校では2年時に夏の甲子園で初戦敗退。2001年のドラフト会議で広島東洋カープに3巡目で指名を受け入団。入団会見では大野豊さんのような投手になりたいと語った。 2004年にウエスタンリーグ最多勝ちを獲得。2005年にはプロ初登板。プロ2戦目の阪神戦で初勝利。この年期門だった名古屋ドームでの中日最終戦で2勝目。チーム成績も投手陣もどん底の中で防御率こそ高かったが荒い気を期待させる働きだった。2006年には新しく監督に就任した。 マーティブラウン監督に将来性を高く評価され、初の開幕1軍、先発ローテーション投手に抜擢された。しかし全く期待に応えられず2軍落ちとなり、最小格することなくこの年の1軍マウンドは春先のみに止まった。2007年は巻き返しを期待されたが、2軍でもなかなか結果が残せず1軍での登板は1試合のみとなった。 2008年は2軍で開幕を迎えたものの、先発として防御率0点台を叩き出し、3.24月の2軍の月間 MVP を獲得した。5月には1軍昇格を果たした。7月2軍に降格したが9月に再昇格。勝ち星こそつかなかったが、登板数、投球回は自己最多を更新し、防御率も3.98を記録した。 2010年は一軍の救援投手の柱だった A 川勝弘、マイクシュルツ、横山隆二が相次いで故障したため大島が一時期クローザーを務める等、中継ぎ手として長期間一軍の戦力に加わった。チームトップの53試合に登板し、初セーブを記録する等、大きな飛躍のシーズンといえる成績であった。しかし8月25日の大半新戦では、 チームが大差をつけてリードしていたが、金本と明に逆転満塁弾を浴び、大島自身に負けはつかなかったものの、結果的に8から22で大敗を喫している。この年の最終的な防御率は5点台ではあった。2011年は4月に左足を疲労骨折し長切り立つ、軍初登板は8月7日の対巨人戦に連れ込んだ。この試合では、 谷間の先発として2008年以来の先発起用となったが、投手の西村健太郎に先制タイムリーヒットを浴びるなど試合を作れなかった。結局2011年は7試合のみの出場で、前年から出場機会を減らす結果となった。周期キャンプでは再起を期してサイドスローへの転向に挑戦した。また、10月には同年5月に元会社員の女性と、 婚姻届を提出し結婚していたことが明らかになった。2012年は1試合のみの登板に終わった。2014年10月2日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日自由契約公示された。現在は広島市内の建設関係の会社に勤務している。ありがとうございます。